っていきましょう。マイクラ実況、私ゆむの中人と申します。どうぞよろしくお願いします。イエーイイエーイイエーイ、誰もいない。はい、ではね、今回はですね、はい、私一人やらせていただきたいと思っております。はい、で今ですと私この自分の視点なんですが、実はですね、いろいろご報告することがございます。じゃあちょっと変えちゃおうかな。はい、で F5、 じゃじゃーん、見てください。はい、スキン変えました。どうですか、どうですか、どうですか、色気ねえなこれ。はい、こんな感じですよ。見てください、見てください。はい、こんな感じです。はい、近くに寄って、はい、近すぎた、近すぎた、近すぎた、はい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 、こんな感じですね。今回から一新してやっていこうと思います。でですね、今回何をしますかと言いますとですね、はい、結構コメントでありましたスノーゴーレムさんを作っていきたいと思います。ちょっと夜になるんで一旦寝ますね。はい、でスノーゴーレムさんなんですが、雪が必要ですよね。なので雪が必要なので、一回、あ、早えな師匠さん、ちょっと待ってください。私ん家に勝手に入らないでください。あー、ちょっと、おいおい、はい、おいおい、二人入った。はい、で雪が必要なので、今回雪を取ってスノーゴーレムさん作っていきたいかなと思っております。はい、で朝になりました。おはようございます。はい、おはようございます、おはようございます。塩さん、どうも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 、はい、あー恐縮でございます。はい、じゃあ今からですね、はい、雪玉ですかね、雪を取っていきたいと思います。でそうしましたら、じゃあ馬さんですね、馬地のとこ行きたいと思うんですが、あ、ちなみにですね、今こうやって見てると思うんですが、皆さん見えてるかな、これ、馬たくさん連れてきました。こんな感じですね。はい、1233、あ、いっぱいいますね。1,2,3,4,5、あ、ロアですね。あ、いたいたいた、馬地いた。こんな感じで結構増えたんですよ。で全部懐かせたので、馬地戻ってこい。ちょっと乗れない、乗れないんだけど、馬地ちょっとちょっとこれどうすればいい。あ、鳥さんどうもこんにちは。え、ちょっと、え、どうしよう。馬地、お、乗れた、乗れました。はい、じゃあそうしましたら、よいしょ、じゃあ雪を取りに行きたいと思います。はい、じゃあ皆さん見てくださいよ、ここ雪山です。すごいな、すごいな、こんな感じで、はい。でそうしましたらですね、じゃあ馬地ちょっとどこかに、あ、ここに入れとこ、よし。じゃあ馬地ちょっと待っててくれますか、感じですね。はい、じゃあそうしましたら、じゃあ雪を取っていきたいと思います。で、しゃべる、おーおお、雪玉手に入れました。え、16もあるんですね。で、これこうやってやると、あ、これで雪ブロックになるんですね。なるほど。で、これちゃっちゃか取っていきたいと思います。よし、ちなみに洞窟がありますよ。あれ、ここあるんですね。ちょっと覗きたい。ちょっと道草食ってる場合じゃないんですが、おお、すごい。ああ、すごい、なんかすごい。なんかオブジェっぽいですね、オブジェ。奥もありますね。お、ちょっと奥行きたい。こういう感じで、お、あ、なんだ。あっという間に終わりましたね、冒険が。おー、あー、でも見晴らし超いい。あ、落ちた。痛い。あー、ここもなんか洞窟っぽいのありますよ。あれ？あ、なんもない。まあそんな感じですよね。でもすごいいい地形だと思いますよ、ここ。ちょっと上まで登ってみたいですね。おー、すごい！もう少し。ちょっと鳥中行かないとダメですね。よいしょ。おー、着いた！上まで着きましたよ、皆さん！お、すごい！見晴らし超いい！あ、ていうか、雪。いや、あ、豚が多い。豚さんめっちゃいますね、ここ。あ、馬さんもいます。すごい！なんでしょう。豚マウンテンですね。はい。あっちは豚マウンテンで、こっちはキリマンジャロですね。いいですね。あ、しかも浮島もありますね。あ、なんか色、夢が広がりますね、これ。なんか、ここ。何ですか？なんか雪の国みたいな、雪の城とか作ってみたいですね。何でしたっけ？姉雪っぽいやつ。
作ってみたいと思いますね。うん、あ、作れるかどうかわかんない。こんなこと言ったら多分ね、確約できないこと言ってしまいましたね。うん、あ、もうこんな感じで、でも結構ある程度揃いましたよね。ちょっと全部ブロックにしてみたいと思います。よし、はい、じゃあ一応ですね、はい、雪ブロック42個にしてみました。で、一応雪玉なんかに使えるかなわかんないんですけど、まだブロックにしないで雪玉16個一応取ってあります。では、そう、これぐらい大丈夫かな。まあ、これで一旦戻りたいと思います。まあ、いっぱい取れるところは見つけたので、まあいいかなと思っております。じゃあ、そしたら馬爺のところに戻ります。馬爺、あ、いやいましたね。はい、ただいま。ただいま、どうだった、どうだった、いや、まあいいや。はい、よし、こんな感じで、じゃあ戻りましょう。はい、ただいまです。戻りました。はい、じゃ、白いやつのところに、はい、馬爺行きますか。よいしょ。 あ、私が入っちゃった、あれあれ、よくわかんないことになっちゃった。まあいっか、まあいっか、これでいいや。はい、まあ、みんな話し飼いということで、あ、でもな、馬爺ちょっと行っちゃうと困るな。よし、で、ここもちょっと改善、ちょっと私が痛い、なんかここ改善できればなと思います。よいしょ、よいしょと、はい、こんな感じですね。はい、なんか馬小屋狭いですよね。もうあと他の馬放し飼いにしてあるんで、もうちょっと拡大した方がいいかなと思ってます。はい、まあ結構いろいろやりたいことたくさんあるので、はい、なんでしょうね、まだまだやることが、やるべきことがたくさんありすぎて、もう今収まんないですからね。はい、まあ、そんな感じで寝ましょう。よいしょ、はい、おやすみなさい。はい、おはようございます。はい、じゃあ雪だるまさん、雪だるまさん、スノーゴーレムさん作りたいと思います。コメントですね、はい、スノーゴーレムさんを閉じ込めておけば、そこの下の雪を無限に取れますよみたいな形でコメントいただいてましたけど、私にはそんなね、アイアンゴーレムさんとかスノーゴーレムさんとか、そういうゴーレムさん系っていうか、もうそういう人たちを閉じ込めることできないんですよ。ちょっとかわいそうすぎて。なので、まあね、うさごや作ってるお前何が言ってんだって話ですけど、そうですよ。ですが、ちょっとかわいそうなんで自由にさせてあげたいなと思うので、ちょっと家のとこ作るか。え、じゃあ私の部屋に相方として作りたいと思います。じゃあ早速なんですけど、スノーゴーレムさん、ここにやっていきたいと思います。作っていきたいと思います。じゃあここは私の部屋に相方を作りたいと思います。じゃあこれで雪ブロック2つと、どうですね、かぼちゃですかね、これで合ってるかな。はい、じゃあやりますよ。で、これ何ですかね、でもカウントダウン、ちょっとおしゃれっぽくやりたいんですよね。どうしよっか、ないな。まあいいか。はい、3、2、1。はい、あー、できたー、できたー。かわいい。スノーゴーレムさん。わ、超かわいい。いいですね。あ、どうも。こんにちは。あ、こんにちは。あ、どうも。あ、こんにちは。こんにちは。こんにちは。かわいい。いいですね。うわ、この子超かわいいですね。え、なんていう名前にしよう。名前何にしよっか。名前何にしよう。はい。あ、で、ちなみにこの雪だるまさんの下、雪掘れるんですね。お、すごいな。あ、かわいい。はい。じゃあちょっと、すごい考えたんですよ。はい、考えたあげく、これオラフやばいよな。あ、いや、オラフはダメだな。じゃあ、オハフで。じゃあ、オハフで決定でーす。イエーイ。はい、よろしくね、オハフ。これ大丈夫かな？あれですよ。ちなみに、オはちゃんとなってます。で、ハは、丸です。丸です。まあ、普通に記号の丸で、フはフです。絶対これ怒られるのは大丈夫かな？まあいいや。はい、なんかコメントでこれやばい、ダメったって言ったら変えます。こんな感じで。オハフで。はい、よろしくな、オハフ。はい、こんな感じでですね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、でですね、じゃあここで、じゃあ視点変えます。よいしょ。はい、こんな感じでですね、はい、あ、これマジ怒られるかな、大丈夫かな。はい、こんな感じでですね、はい、じゃあこれ私の友達ができました。はい、こんな感じでですね、はい、こんな感じです。はい、では皆さん、
じゃあ今日はここに、ここまでにしときましょうかね。はい、で村人さんも来てくれてましたところで、こんな感じで終わらせていただきたいと思います。はい、では皆さんご視聴誠にありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは失礼いたします。バイ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 。